こんにちは、佐々木です。この動画では SNS から質問がありましたので、ぜひね、回答させていただきます。今回ですね、簡単な副業はありますかってことなので、質問ありましたらぜひね、回答させていただきます。はい、簡単な副業っていろいろあるんですけど、まあ、ネットビジネスに関してしまいますと、まあ、副業かどうかわかんないですけど、例えばね、懸賞サイトとかっていうのを私もよく昔やってまして、そこで結構稼げるに稼げるんですよね。はい、で、それでも、まあ、お金になるかどうかわかんないですけど、まあ、そこそこね、商品とかになるんで、一応景品っていうかね、もらえるんで、まあ、なかなか良かったんですけど、まあ、簡単なネットビジネスっていうのは正直ですね、ないですよね。はい、で、一番やっぱり無難なのは転売だと思うんですよ。で、転売でもやっぱ中国輸入とか、そうですね、今、まあ、セドルでもね、ブックオフとか行くと、まあ、安いというか、まあ、大量に、例えば昔の人気あった漫画とかを大量に買ってきて、まあ、バラしていくとかね、っていう方法もあると思うんですよね。はい。で、まあ、なんて言ったらいいかな、株とかね、まあ、FX とか、投資ですね、仮想通貨とかっていうのは、まずやらない方がいいですよ。はい。で、やった時点で、まあ、まず資金はね、溶けますね。はい。で、まあ、私もね、こういろんな人見てるんですけど、正直ね、まあ、転売以外は、ね、やらない方がいいですよね。で、まあ、今、結構さ、エヴァンジェストって多分知ってる人分かると思うんですけど、エヴァンジェストって人の教材を売るっていう方法ですね。まあ、例えば営業の前人とかってこう、おしゃれな格好して、まあ、女性なんかすごい得意だと思うんですよね。おしゃれな格好して売るっていうのがエヴァンジェストって方法なんですけど、まあ、あれもだけど、だいたい成功率 5% ぐらいで、なので、まあ、それでも、やりたいとしてはいいんですけど、なかなか難しいですよね。でお金もかかりますし、まあ、ひどい人だと、一回のコンサルで50万とかね、もう破格に取るんでびっくりしたんですけど、まあ、なんつったらいいかな。やっぱ一番手堅いのは、まず自宅にね、いらないものを、売るっていうのが一番いいとは思うんですよね。その次に、まあ、まあ、オファーとかでいろいろ見てね、まあ、そうですね、いろいろもあると思うんですけど、まあ、セドリやってもいいですし、中国のね、商品を安く仕入れて、まあ、メルカリとか、ラクマね、ヤフオク、まあ、最近だと、中国の商品がね、ですね、あれとかってヤフオクで結構売れてますよね。自動車部品では結構売れてるのに売れてるんですよね。意外に穴場なのでびっくりしたんですけど、今日も私、車の部品売れたんですね。まあ利益いくらか、1000円、500円が1000円ぐらい出たかな。まあびっくりしたんですけど、まあ出来やっぱそうですよね。やっぱり、セドリが、転売が一番安定しますよね。で、もう少し、なんていうのかな、まあ、1万円単位とか2万円とか3万円とか稼ぎたいって方は、やっぱカメラ転売がやっぱりいいですよね。まあ、それ以上になってくると、まあ、コインですよね。アンティークコイン転売ってあるんですけども、仕入れ額がすごい高いんで、まあ、カメラも高いんでね、まあ、輸入すると税金がすごいかかってくるんで、まあ、体力っていうかお金ある人はいいんですけど、まあ、中国輸入のね、毎月3万円、5万円稼ぎたいっていう方でしたら、やっぱり中国から商品を仕入れてね、まあ、どこでもいいんですよね。まあ、チャイナトレードを使ってもいいですし、ブラックマートを使ってもいいですし、まあ、良心的なところですよね。ブラックマートはね、日本人の方やってるんで、トラブルはすごい少ないですよ。知的財産権とかね、そういうのも全部カバーしてくれるんで、まあ、先日ちょっとね、H っていうベルトがあって聞いてみたら、これエルメスのブランド引っかかるんで輸入できないとかね、税関が結構うるさいんでね、そういうのを輸入しちゃダメってことを結構教えてくれたんでよかったんですけど、まあそういうところをね、うまく利用して、まあね、行っていただければ特にね、問題とかないと思うんですよね。はい。まあぜひね、いろいろあると思うんですけど、簡単な副業っていうのになってくると、まあ、簡単な副業ってなかなかないと思うんですよね。副業サイトにたくさん今稼げるとか15万とかやってる方いると思うんですけど、結構怪しいじゃないですか。まあ、あとはなので、そうですね、やっぱ、まあ、銀行じゃない、登録してね、お金もらうっていう方法ですね。まあ、それも結構稼げますね。クレジットカード6000とか5000とか儲かるもんで、まあ、そういうのも使ってるんですよ、その手ですよね。
うん、ぜひね、簡単副業っていうのはなかなかないですよ。ないです。あとはだから、肉体労働とか、まあ、警備員とかね、楽ですね、すごい。楽だし、待遇いいですし、まあ、ただし、一つ弱点があって、まあ、体に、ね、入れ墨入ってる人とかね、職歴が分かんない人とか、身元が分かんない人っていうのは、慣れない確率もあります。それは法律で決まってるから慣れないですよね。はい。まあ、あとは日雇いのアルバイトですよね。まあ、ぜひね、まあ、ネットビジネスを置いて、簡単に稼げるところは、なきにしまずなんですけど、まあ、本格的に稼ぐとしたらなかなかないんで、まあ、ぜひ、ね、いろいろね、試していただければ、